フランシスコ・デ・アルメーダ。フランシスコ・デ・アルメーダ。1450年頃から1510年3月1日は、ポルトガルの貴族。インド洋世界のポルトガルの勢力拡大に活躍し、ポルトガルの初代を務めた。1450年頃、アブランテソ博ロボで、アルメーダのムツオとして誕生する。幼少期の自責は、不明確であるが、1476年のトロの、 戦いで軍港を挙げたことが知られている。アルメーダはサンティアゴ騎士団に属していたが、領地、官職を持たず、年金と、聖六領であるサルアドルの教会を受領していた。ポルトガル王アフォンソ法世のフランス訪問に随行した、貴族の中にはルメーダも含まれており、1492年のグラナダ包囲にも参加した。冒険の岐路に、ポルトガルに立ち寄ったコロンブスから新大陸を、 発見した報告を受け取った。ジョアン2世は、カスティーラ王国の海外進出を阻止するため、アルメーダを司令官とする艦隊の編成を命じたが、計画は実現を見ないまま終わる。バスコダガマによって、インド航路が開拓された後にポルトガルはインドへの進出を開始し、高流貿易の独占を試みた。マヌエル1世は、トリスタンダクーニャを、 インド方面の司令官に任命用と考えるが、クーニャが事故で負傷し、彼の代理としてアルメーダが3年の任期で、副王に任命された。副王となったアルメーダには、外交、戦争、司法の全権が委ねられ、インド洋世界でのポルトガルの拠点となる要塞の建築が命じられる。1505年3月25日にアルメダは22隻の艦船を率いて、ポルトガルを出航し、 アルメーダの航海に従った乗員の中には、フェルディナンド・マゼランも含まれていた。インドに向かう途上で、アルメーダの艦隊は、キルワ島、モンバサ、ソファラなどの東アフリカのスワヒリ国家に攻撃を加えた。1505年7月に、アルメーダの艦隊は、キルワ島に到着し、キルワ国王に降伏勧告を拒まれたため、軍事力によって島を制圧する。キルワ、ソファラには、 要塞が建てられたが、ポルトガルに抵抗を続けるモンバサは、ポルトガル兵による破壊と略奪にさらされ、マリンディを経由し、9月13日にアルメーダは、インドのに到着する。カナノール、カンヌールに寄港した時にアルメーダは初めて複王の、称号を持ち、インド総督としての活動を開始した。出港に先立ってアルメーダはマリンディ、カナノール、 コーチンなどの非イスラム勢力との友好関係の維持を命じられており、コーチンに進んだ後、マヌエル一水から預けられていた王冠を現地のに授けた。ポルトガルの出現は、インド洋世界のイスラム国家とイスラム商人に危機感を抱かせ、エジプトのマムルーク朝は、ローマ教皇に警告を発した。1506年3月にカリカット、コーリコードのザモリンをはじめとする、 イスラム勢力の連合艦隊がコーチンに進軍するが、アルメーダは息子のローレンソを司令官とする艦隊を派遣し、イスラム連合軍を撃破する。ポルトガル軍は1507年にカリカットとカナノールの連合軍に勝利を収めるが、1508年にチャウルでグジャラート王国とマムルーク朝の連合軍に敗北を喫し、ローレンソは戦死する。ローレンソの遺体は、 グジャラート側の司令官、マリーク・アヤースによって丁重に葬られ、アルメーダの元には、マリーク・アヤースからの悔やみの手紙が届けられた。ローレンソが戦死した時に、アルメーダの副王の任期はすでに過ぎており、公認者であるアホンソでアルブケルケが、高鎮に到着していた。息子の敵を撃つためにアルメーダは、アルブケルケの許可を受けて一時的に副王の職に泊まり、1509年2月の、 デ u ーユ沖の海戦で、インド、マムルーク町の連合軍を破る。デ u ーユ沖の戦いの後、カリカットのザモリンは和平を申し入れ、カリカットに、ポルトガルの要塞が建てられた。戦闘に勝利したアルメーダはコーチンに帰還するが、インド経営の方針の違いからアルブケルケに、副王職を返上しようとしなかった。アルメーダは、イスラム商人の海上貿易を妨害するための、 海上での軍事行動を重視し、多額の出費を要する陸上拠点の強化に否定的な見解を持っていたため、陸上の拠点の確保によって貿易の拡大を図るアルブケルケと対立していた。また、1五百六年からアラビア海方面での軍事活動に従事していたアルブケルケは、ホルムズ島に要塞を建設したが、アルブケルケの方針に反対する部下の一部がアルメダの元に逃れて、 不満を訴える事件が起きていた。ジョアンデ・バロスのアジア史などの資料には、現地のポルトガル人はアルメーダ派とアルブケルケ派に分かれて対立し、両者の不和は、高ンの住民にも知れ渡っていたことが記されている。一時は、アルブケルケが投獄されるが、ポルトガル本国から派遣されたドンフェルナンド・コーティニョの朝廷によって、両者の対立は解消される。1509年11月に、 国王の職を返上したアルメーダは本国への帰国の都に着いた。アルメーダは清廉な人物である一方、認知で自分の信念に基づいた昇級、昇進の指示を出していたため、国王や多くの部下が彼の人事に不満を抱いていたと記されている。希望本付近のサルダニャと呼ばれる給水地で、 アルメーダ一行は上陸するが、乗員たちと現地のホッテントットの間に対立が生まれ、ポルトガル側に負傷者が出る事態に発展する。報復に向かった一行は、ホッテントットの反撃を受けてアルメーダは戦死し、同行していた150人の隊員のうち50人以上が落命したと伝えられている。ホッテントットが集落に引き上げた後、負傷者は救出され、死者の墓が建てられた。 アルメーダの遺体もサルダニアに埋葬されたが、彼が生前身につけていたものは全て剥ぎ取られていたため、発見者たちは悲惨な最期を悲しんだ。アルメーダは周囲の人々に対する不満を公然と口に出していた。ため彼を好まない人間は少なくなかったが、彼の死はポルトガル全体で深く痛まれたことが伝えられている。アルメーダはパノヤスと、ガルバンの聖六死、 バスコ・マルティンス・モニスの娘、ジョアナを妻としていた。インドに同行した息子・ローレンソのほか、モーラン市長の息子・フランシスコ・デ・メンドンサと、テントゥ・バルハク・ロドリゴ・デ・メロと結婚したレオー・ノールという娘も設けていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。